いやー、話は急展開です。アメリカヒューストンにある中国領事館に逃げ込んだ女スパイジュアン・タンがあっさり FBI に逮捕されました。っていやー、思ったより若いからびっくり。でも領事館にいるのになんで逮捕できるのよ。おそらくですが FBI に決定的な証拠をつかまれたから、中国政府としてはこれ以上ことを荒立てたくなかったのでしょう。領事館はタン容疑者を説得し追い出したのだと私は睨んでいます。領事館の言う通りにしないということは中国政府に逆らうということ。今回は改めてタンがスパイであることがバレた理由と、有罪が確定すればどのくらいの罪が待っているのかについてご紹介したいと思います。こんにちは、世界カラバンのエドワードです。以前にもお伝えいたしましたが、この女スパイは中国の医者ジョイさんね。しかしその身分を偽証し、2019年10月に非移民 J1 ビザを申請。ビザは2019年11月に発行され、タン容疑者はその1ヶ月後に米国に入国。カリフォルニア大学デイビス校の研究者だったそうです。しかしこのビザが偽りであると睨んだ FBI は捜査令状を取得し、タン容疑者の家を家宅捜索で、その時押収された電子メディアに軍と関係する彼女の写真を発見。 FBI はタンが人民解放軍空軍の制服を着た将校であると結論付けたんです。しかも彼女は制服組って、いやー、 FBI もやるよね。タン容疑者がパソコン内に制服を着用した写真を置いておくわけはありません。おそらくですが、押収したパソコンから中国軍のシステムにアクセスし得た情報だと思われます。もしそうであれば、 FBI は他の軍事スパイの情報も手に入れた可能性もあるんです。まあこれはあくまでも予想ですがね。そして先週の木曜の夜、 FBI はタン容疑者を逮捕。どのような状況で逮捕されたのか今の時点では明らかになっていませんが、タン容疑者は早くも今度の月曜日に法廷に出廷する予定なんです。ってめっちゃ早い。さすがアメリカです。そしてもし有罪判決を受けた場合、最高10年の懲役と25万ドルの罰金が課せられるとアメリカメディアは報道しているんです。っていや、偽証ビザと逃亡の罪だけで懲役10年、これは痛い。他にも罪状が増えれば懲役も長くなっちゃいます。このほかタン容疑者以外にもカリフォルニア州とインディエナ州で中国人研究者3人が逮捕。司法省当局者は逮捕は25を超える都市のより広範な個人ネットワークの縮図であると表現。またその性質上、領事館は米国への外国政府の活動の拠点であり、情報機関も含まれる。何らかの活動が行われているとも語ったんです。中国の北京は金曜日、中国南西部四川省の成都にある米国総領事館を閉鎖するようワシントンに通達。すぐに領事館周辺の道路を封鎖し、公安が完全包囲。そしてさらに7月25日、建物につけてあったアメリカのエンブレムを撤去。っていやー、習近平主席も頑張ってます。指をくわえて黙ってたらメンツ丸つぶれだからね。ヒューストンの中国領事館も扉を開けず抵抗していました。まさかどうぞどうぞって開けちゃったら北京に怒られちゃうよね。いやー、でもこのまま行けば中国共産党員は米国ビザを取れず、子供をアメリカで産む夢はなくなっちゃいます。またすでに米国にある共産党員の資産も没収の危機。
で、いやー、習近平政権ピンチ。以上、最後までご視聴ありがとうございました。